おはようございます。あ眠いよっていうか、もう花粉がやばいからもう目が開けられる。今8時20分なんですけれども、朝ごはんを作っていきたいと思います。皆さんこんにちは、おはようございます、さとこでございます。今アフレコを撮る前にですね、 WBC の決勝が終わりまして、いやもう大興奮っていうか、もうすごすぎでしたね。本当にいや感動ありがとうございますっていう感じで、本当にいいものを見させてもらいました。大谷選手本当に最後三振で仕留めるとか、ヒーローでしかない。なんかブルペンとこう行ったり来たりしてたじゃないですか。冷静に考えてとんでもないことですよね。はい、ということでちょっと動画の内容に戻るんですけれども、この日はネギを大量にもらっていて、それがまだ家にあったので野菜スープを作りました。で毎朝野菜スープとかこういうのを作ってるわけではないんですけども、この日はたまたまっていう感じでございます。鶏ガラスープとかの素とかの化学調味料系も今この量であれば特に気にしてはいないです。ごま油もそこまでドバドバかけるわけでないのであんまり気にしてないですね。こんな感じで作るときは一気に 2,3 食分ぐらいを作ってしまいます。で朝ごはんが完成しました。で鶏はレンチンですね。あとお芋とメカブキムチでございます。芋は多分 90g ぐらいです。いただきます。で今食べているこのチキンなんですけども、これはあの前回のコストコ動画で出てきたロティサリーチキンですね。あれを解体して一気に冷凍したものを解凍して食べてるっていう感じです。で結構コストコ行ったらずっとその商品ばっか食べてるっていう、でも全部美味しいから全く飽きません。動画のことを考えてちゃんと綺麗にお皿に盛り付けようとも思ったんですけども、まあリアルをお届けしたいなと思いまして、このままいつも食べてるこんな感じですね。はい、今からジムに行くんですけど、今日のトレーニングは胸か足かで迷ってますね。本当はローテーション的には胸なんだけれども、もう足の筋肉痛がなくなってるから足をやった方がいいんかなっていう。もう今狩り場中なんですけど、歯が痛くてね、たまに夜眠れないんですよ。早く取りたいけどこれ2ヶ月ぐらいしなきゃいけないんです。今からジムに行ってきます。はい、結局この日はお尻と足をやりました。まず1種目目はですね、ブルガリアンスクワットなので自重でちょっとウォーミングアップフォームの確認をしています。なんか3日前にお尻やったんですけど、なんかもうちょっと休めばよかったかなってやりながらちょっとだけ後悔をしてました。でももう1種目目をやったからにはね、最後までやろうっていう気持ちでちょっと頑張りました。今日はね、この日は12キロダンベル2つを使ってブルガリアンスクワットしています。え、結構ね最近重量を頑張ってますね、ブルガリアンに関しては。ただこの日ちょっと股関節のハマりがなんかちょっと納得がいかなかったですね。ハマりがあんまり良くなかったなっていう感じでした。ブルガリアンで私は意識していることは、上半身の角度を変えない、位置を変えないこと、膝から下の位置を変えないことですね。で同じブルガリアンでも追い込み方を日々変えてます。最後、まあ、チーティング、重い重量でチーティングしたり、あとは、まあ、パーシャル特定の可動域で追い込んだりっていう感じで、ちょっとね違う刺激を入れております。で今日はダンベルを使っていますけれども、まあ、スミスマシンを使って、まあ、部分的に狙う時もあります。両方大事だと思っていて、こういう感じで不安定性のところでフォームを安定させるための筋肉が動員されるので、まあ、同じ形であっても若干使っている筋肉も異なりますので、そうスミスマシンはね結構フォームは安定しやすいので、そういった意味で活用したりもしております。ただ結局はめちゃくちゃ大事な種目だと思いますので、毎回こういう片足系はね取り入れております。まあ当然めちゃめちゃきついんですけれども、はい、痩せたい人、まあ、お尻の形を作りたい人はね絶対にやった方がいい。でこちらはバンレックデッドリフトですね。今日はねバンド使ってますね。そうちょっと股関節の、まあ、伸展プラス外旋をちょっと意識したいなと思ったので、この日はそうバンドを使っておりました。でねめちゃくちゃこれは今日効きましたね。うん結構いい感じで、お尻のちょっと下部に入れたい時はあえてこのバンドはない状態で気持ち内転させる感じ、ワンレッグデッドやったりもしてます。はい、そしてレッグプレスですね。こちら45度のレッグプレスで、このマシンはあるところとないジムありますけれども、
ここの店舗に来た時はだいたいこちら使ってますね。うん、めちゃくちゃ効く。内転も入ります。そう、今日は後ろのパッドはない状態でやったんですけど、まあ、たまに後ろにパッド引いて可動域をしっかりとって、まあ、内転効かせるっていうこともしてます。で、今日は重量をメインに頑張りました。ここで意識するのは、まあ、背中をピタッとくっつけることですね。まあ、骨盤が後傾してこう丸くならないように背中をパッドにしっかり合わせて、もう押す、とにかく押すって感じで、でボトムポジションでしっかり受け止めるっていう意識ですね。下で反動を使ったりはあまりしないように心がけております。はい、そしてスクワットですね。結構ね、この時点でもう疲れてまして、膝が若干ねちょっと動いたりとかしちゃってるんですけれども、私がスクワットやる理由としては、まあ、足全体の連動性というか、そう、基礎体力的なところを落とさないためっていう感じですね。久しぶりにやった時に、だからスクワットの重量が重ってなるのがすごく嫌な気持ちになるので、はい、その重さになれるっていう意味でもやっております。これ見る感じですと、まあ、ローバーまではいかないけれども、まあ、お尻ハム狙いっていう感じの日は40キロでメインセットを組みました。はい、そして最後はアブダクションですね。これもお尻です。ちょっと見えづらいんですけれども、まあ、これで最後のトレーニングはおしまいになります。帰ってきたよ。軽く有酸素を25分ぐらいやって今帰ってきたんですけど、お昼ご飯ですね、ほぼほぼ出来上がってるものなんですけど、最近はね3食にしてますね。ちょっと様子見て帰っていきたいなと思うんですけど、ジムの帰りにちょっとずっと気になってたお米屋さんでこちらおにぎりを買いました。もう去年の減量中にさ、めちゃくちゃここのおにぎりとかが美味しそうで、大福とかが。スープでございます。で、オイコスね。で、これでだいたいタンパク20ちょいぐらいあるかなっていう感じですね。いただきます。やばい、これがマジで楽しみすぎてね。鮭です。もうすでに美味しい。鮭だけでもね、わかりました。あったかい。うま、大げさとかじゃなくてマジで美味しすぎる。無理、うまい。これからねちょっとお出かけするのにね、ちょっとしたおやつを食べるんですけれども、このねおからグラノーラバーなんですけど、すこやか食品さんっていうね提供でいただいたんですけど、これがねハマってしまいまして、私結構ねリピ買いして3袋ぐらい一気に買いましたね。そうってぐらい結構ハマっちゃって、すごいなと思ったのが小麦粉不使用ですね。小麦粉入ってなくてこのクオリティは素晴らしいと思って、プロテインバーっていうよりも多少ちょっとカーボが取れるような感じですね。くるみとかが入ってるんで良質な脂質、米油とか、まあ、普通にちょっと小腹空いたおやつとかなんかにもいいので、結構よく食べてます。美味しいんですよ。味が2種類あって、ココアの方はねアーモンドとくるみがナッツ入ってて、こっちはねフルーツって感じですね。こっちはねアーモンドパウダー。これはぜひ概要欄からちょっとチェックしてみてください。家に帰ってきて夜ご飯作っていくんですけども、もう鮭を焼くだけですね。これはねコストコで買ったやつなんですけど、買ったその日にこういう感じでラップにくるんで冷凍庫に入れてます。で焼いてる間に朝食べたやつと同じです。キムチとメカブのやつ、これね美味しいのよマジで。これに納豆を入れて食べる時もあります。これ食べるとマジでお通じがねめちゃ良くなりますね。これ超ハマってるマジ。いただきます。こちら鮭ですね。で、あと芋。これはセブンで買ったね、ひじきです。めっちゃ好きです、ひじき。コンビニであんまり買うことないんですけど、ひじきだけはめっちゃ買ってるね。いただきます。米が欲しい。さあ、今日はたまたま芋があったから芋って感じなんですけど、お米も全然食べます。
ひじきマジ美味しいよね。いただきます。セブンの方が甘い気がする、ファミマより。こんな感じで食べてきます。왕자가 아니라